はい久保さんこ、おはようございます。おはようございます。<laughs> 気になる男第206話ですね。昨日はズーム対談。久保さん、ありがとうございました。さあですね、今回自分の方は、YouTube 顔出ししない、顔出しなしは OK ということでですね、顔出しなしの、まあ、メリットみたいなところ、YouTube 活動していくうちで、顔出しなしでも、YouTube 活動、まあ、できるんだよみたいなお話もちょっとしていこうかなと思うんですけど、 まあ顔出しなしでね、YouTube 始めたいっていう方ですね。顔出せる方はね、もう全然出してもらって構わないんですけど、まあ顔出しなしでもお金を稼いでいきたいよ、みたいなね、そういうお話、まあそういう人がね、まあ、いればですけどね、この顔出しなしでも YouTube 活動をするメリット賛成みたいなお話をしていこうかなと思います。本当に YouTube するときに顔を出すか出さないか迷うところではありますし、まあ、そもそも顔を出せない方、結構社会人の方多いんじゃないかなと思いますんでね、まあ、顔を出さない、顔を出しないメリットっていうところをちょっと知っておくと非常にいいんじゃないかなと思って今回動画作らせていただきました。 はい。ということで、顔出ししないメリットですね。顔出ししないメリット。まずやっぱりここかなと。これも熟成さんにやっぱり聞いて一番分かったところなんですけど、やっぱり身バレ、顔バレの危険ですね。これがやっぱりどうしても気になって活動できないっていう方がやっぱり多いっていうところはありましたよね。まあ、どうしてもその会社終わってから YouTube しますんで、会社の人にね、知られずに YouTube 活動したいっていう方がどうしても多くてっていうかまあ当然なんですけど、まあ、 ね、会社にバレるといろいろめんどくさいっていうかいろいろねめんどくさい <laughs>、えー、っていうところがやっぱりあるっていうところがあって、まあ、ひっそりと活動したいっていう方がやっぱり多いですよねまあねある程度軌道に乗ったらねそれはいいかもしれないですけど初めのうちはねやっぱりなんかあまりバレたくないなっていうところが、まあ、あるというところでねやっぱ顔出しなしでこう顔出しする顔出しするよりもね身バレのリスクはかなり低い いいというか、そもそも顔出さないんでね、見バレしないだろうって、まあ声、声でバレるって、そうそうそうで確率ないかなと思ってて、顔出しててもなかなかばれないっていうぐらいなんで、うーん。 ね、うちの熟成さんはやっぱり全員顔出しなしで、まあ、会社と両立できてるのがやっぱすごいなと思いますよね、まあ。うちの会員さんで顔出ししてる人はいないんですけど。はい。ということでね、本当に身の危険、身,身の危険がなくと、本当に身の危険がなく、かつね、安心して YouTube 活動ができる人っていうのはおすすめですしね、まあ。うちの熟成さんも本当にそれで、それがメリットで、ね、入っていただいてるところもあるんでね。本当にそこを。 安心してね、やっぱできる、YouTube 活動できるっていうのがいいなと思って少しでもね、もしかしたらバレるかもしれないっていう、そういう気持ちがあるだけでもちょっと制限かかるし、やる気がね、止まっちゃうところがあるんで、まずここが非常にメリットかなと思いますね、顔出さないところは。はい、そして顔出しないメリット二2つ目ですね。これやっぱ自分が一番これだったんですけど、話下手でもできるっていうところですね。これ本当皆さんそうだと思うんですけど、もともと話の上手い人とかなかなか いいないと思ってもちろん、会社でね、お話上手であればね、もうなんか会社でうまくいってんじゃないかなと思うんですけど、会社でやっぱなかなかこう、うまくいかないというか、芽が出ないというかね、まあそういう方でも YouTube だとうまくうまくいく可能性があるんですよね。これ、まあなんでかっていうと、話がね、下手、言い方ちょっと悪いですけど、下手くそ、下手くそでね、YouTube 活動できないと思ってると、これすごくもったいないんですね。もちろんこの顔出ししてる人見るとね、なんかもうすごいね、 なんかうわーって喋ってるからすごいなまあこれは絶対無理だって思ったりもするんですけど、まあ、うちの塾の場合だとその簡単なスライド動画っていうところを教えてるんですけどこの簡単なスライド動画ね作り,作り方を覚えてしまえば YouTube 活動とても簡単なんですよっていうか今回自分もこうやってスライド動画を作りながら皆さんのお伝えしてるんですけど、まあ、これがあるおかげでねむちゃむちゃ楽なんですよね。 ね、久保さんと今リレー動画させていただきますけどもうね久保さんはね今までの経験でもわーって喋れますけど自分がじゃあわーって喋ったりすると本当に何,何が何だか分かんないっていうか一体荒の方向に行ってそもそも、ね、ゴールもゴールにたどり着かないっていうかゴールたどり着く前にやめちゃうみたいな喋りべりを <laughs> 途中でやめちゃうみたいになっちゃうんで,で本当にそれは苦しいかなと思って学校のね先生みたいに普通になんか 教えれるなら全然いいんですけどね。なかなかそういうことがやっぱできない人に関してはやっぱりこの話したいことだったり伝えたいことをそもそもこうやってスライドに書いてますんでね書いてるんでもう間違いがないっていう単純に <laughs> 間違いがないあとはねこれを書いたところをゆっくりね確実にこうやってお話するだけなんで、まあ、一番ここですね話が止まらないってね, <laughs> ね いきなり話が止まること、やっぱりあります、あるんでね、そこがないっていう,う、もう本当に話が止まることなくスムーズにね、YouTube 活動ができる、YouTube のね、えー、自分のお伝えしたいことができるっていうことが本当にメリットかなと思いますねうん。本当にこれは自分は助かってますよね、YouTube 活動するときに。話すことはここにあるっていうね、ここにあれば、まあ止まることはないなっていうところがありますんで、 この、ね、6時からもいつもライブさせていただいてますけど本当にこれがあるんで止まることがないっていうね一番ここが不安ですもんね不安なんですよ自分も話していて何が何だか分かんなくてそしてもうどう,どう収めていいか分かんないみたいなそうなった時っていうところのあの <laughs> 脱線してもう止まらないみたいなところが 一番いいですよね。もう何が何だか分かんないみたいな。まあ、そこはメリットとして非常にいいなと思ってますけどね。はい、そしてメリット3つ目ですね。あと顔に自信がなくてもできるって、これ本当に大きいなと思っていて、y o u t u b もやりたいと思って、始めたいと思っても、この顔のコンプレックス、別に自分はその人にとってコンプレックスとは感じてない家は、他の人から見たら別に全然顔出してもいいんじゃないと思うけど、その、 その人自身の問題ですよね。その人自身の問題で顔のコンプレックスがやっぱりあると、まあ、正直どうしようもないというか、まあ、もうね、もう、やっぱそれはどうしようもないですよね、実際。他人から見るとうちなんちゃらないしね、いつもリアルで顔出してるんでね、そう、そこに対してどうしようもないんですけど、やっぱネットってなると、やっぱり顔出す、出さないってすごい問題あるんで、なんで、やっぱそういうところが、 YouTube 活動を止めるっていうのはもったいないなと思ってて、自分はできる限りね、顔出しなしでも YouTube 活動できるんだよっていう、この裾野を広げていきたいなっていうところは少しでもありますんで、まあね、顔出しなしの YouTube でも、その顔は関係ない、単純に顔出しでなければね、顔関係ないじゃないですか。顔出てればね、もしかしたら第一印象でね、こいつは、みたいな感じになるかもしれないですけど、うん、でもそれがそもそもないんで、第一印象で 切られることとががなないい,いいいいいってううの番すご思んで、あとね顔がない分結構人間性っていうのが結構そこで、まあ、問われたりもするんですけどまあね大体いい YouTube 活動をちゃんとしようとしてる方はね誠実な方が非常に多いかなと思ってうちの塾生さん見てるとやっぱりちゃんとしてる方がすごく多いんでなんか変な人はまあそもそも何か変なことしかしないんで <laughs> あんまりこう YouTube 活動っていうところにしな,しないんじゃないかなと、逆にそのモッドを設けるみたいな。 ちょっと分かんないですけど株とかねそういうなんかもっとなんかもっと一気に儲けるみたいなことの方,の方に行くんじゃないかなと思って結構 YouTube 活動ってコツコツしてるって感じがあるとは思いますんで、まあ、そういうことはやっぱり YouTube しっかり真面目でまあ真面目というかしっかり仕事してるんだけどちょっと会社ではうまくいかないどうしても芽が出なかったって方は YouTube に一つこう活動を見いだしてやっていくっていうのはありかと思いますし多分そういう人が YouTube でうまくいくと思いますよ。 会社でしっかり真面目にしてるんだけどそのパフォーマンスがねなんかあんまりパフォーマンスでその目立った行動とかできないがゆえにちょっと出世レースとかそういうからそういういことにねうまく乗れなかったりアピールがあんまりうまくないんでねしっかり仕事してるんだけどそ,のそういうところが評価されないみたいな、まあ、そういう方にとっては YouTube コツコツやっていけばいいのでそこはすごく非常にいいのかなと思ったりもしますし塾生、まあ、さん見てるの本当顔は分からない顔は分かんないし、まあ、名前も当然分かんないですけどね名前も分かんないですけど、まあ,あしっかり活動してんなやってるなっていうそのところがやっぱり あの動画でやっぱりアピールしてますんでアピールってわけじゃないですけど動画をちゃんと出してる出してないっていうところでやっぱ見るんであやっぱちゃんとやってんな俺もやんなきゃなーっていうこの意識がやっぱりあるんですよね意識し合いっていうのがうちの塾生さんも結構今増えてきて活動も、ね、しっかりやってられてるんでうちのジャンルでやろうと思えばもうね あ同じことやってるから、じゃあ自分も同じことやろうってなるんですごくやりやすいかなと思うし、まあ、この日々切磋琢磨しながら YouTube 活動しているっていうのはすごく見えるんで、まあ、自分も、ね、しっかりやらなきゃいけないなっていうところもありますし、まあ、そういう意味でもね、本当にすごく、まあ、人生に、ね、張りがないっていう方は非常にいいんじゃないかなと思いますけど、YouTube やることによって。あと一つもう一つ一番いいのが自分が塾やっててやっぱ気づいたのが、 顔のハンデがないんで、みんなスタートが同じっていう、だから結果が出やすいんですね、要は。うん。なんか顔が出す、出してる、出さないで、そこでやっぱり、あの人顔がいいからとか悪いからとか、ちょっと分かんないですけどね、だ話し方がうまいとか下手とかあったりもするんですけど、自分の塾の場合はそ、そもそも話し方すらもあんまり意識しなくていいんで、まあ、そのままね、スライドに書いてることを読み上げて、あの動画を作るみたいな感じの形にしてるんで。本当にね、えー そこの差はないかなと思って、誰でも会社員の普通にね、仕事できる方であれば、結果はすごく出るなぁとは感じてるので、まあ、もしね、YouTube 活動をもっとしたいなぁって思う、今からね、したいなぁって方はお声かけていただけると非常に嬉しいなと思ったりもいたしますね。はい、ということで YouTube は顔出しなし OK というお話を少しさせていただきました。顔出しなしでね、YouTube 活動してみたいって方はぜひ、活動してみてください。今からでも十分間に合うと思います。 はい。ということで、気になる男第206話、こんな感じで終わっていきたいと思います。久保さん、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。そしてね、えー、この動画をご覧のくださる皆さんはね、また次回、えー、気になる男でお会いしましょう。それではまた、バイバイ。